泉佐野市立文化会館は大阪府泉佐野市にある多目的ホール、コンサートホール。愛称は泉の森ホール。市立中央図書館、歴史館泉佐野市立障害学習センターと同一敷地にあり、4施設全体で泉佐野市総合文化センターとされている。泉佐野市が市民に芸術性の高い文化に触れる機会を提供し、市民自らが 文化活動を展開することによって文化の創造及び振興を図ることを目的として設置した。1996年5月18日に開館。開港したばかりの関西国際空港の対岸という立地ということもあり、国内初の昇降型音響反射装置が導入されるなど、当時としては最新で音響装置を備えた本格的なコンサートホールとして整備された。 建設総事業費は約210億円だが、このうち約178億円が記載、貸付金であり、後年の市財政悪化の一因となったという批判もあった。市が財政健全化団体と転落した中で、高額な運営経費の削減のため、完全閉館や売却が検討されたこともあったが、一時的な週2回の閉館や、 運営の見直しを経ながらも引き続き運営されており、市民の文化活動の中心的存在となっている。元々の愛称である泉の森ホールの名称は、1994年に全国からの一般公募から選定されたものであったが、ネーミングライツの採用により、2013年4月より5年間は、愛称エブの泉の森ホールとなり、さらに5年間延長されている。 なお、泉佐野市総合文化センターのほか3施設と文化会館前の広場は同様にネーミングライツで2014年4月からレイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野等の愛称になっている。ありがとうございます。